これ2曲をやってみたいと思います。間際に君が落としてきたものは何？涙？それともいくつかの傷跡？それを拾い集めて言葉に綴るとしたら、どんな慰めよりもやはりさよなら。町外れの月よ、今夜どこへ行くの？行く場所がないんだね。外は冷たい木枯らし、おいで僕のそばに抱きしめてあげるよ。おいで僕のそばに温めてあげるよ。100年たっても
ど深く信じ合ってもわからないこともあるでしょう。その孤独と寄り添い生きることが愛するということかもしれないから、いつか父さんみたいに大きな背中で、いつか母さんみたいに静かな優しさで、どんなことも超えてゆける家族になろう。小さな頃は体が弱くてすぐに泣いて甘えていたの。いつも自分のことばかり精一杯で、親孝行なんてできてないけど、明日の私はそれほど変われないとしても、一歩ずつ与えられる人から与える人へ変わってゆけたなら、いつかじいちゃんみたいに無口な強さで、いつかばあちゃんみたいに可愛い笑顔で、あなたとなら生きてゆける、そんな二人になろうよ。いつかあなたの笑顔によく似た男の子と、いつか私と同じ泣き虫な女の子と、どんなことも超えてゆける家族になろうよ。幸せなろう。